なんかの小室夫妻のことが女性セブンで書かれてましたね。ああ、書かれてましたね。まあ、相変わらずその眞子さんは牧島ご夫妻とはまあ連絡を取ってないみたいで、はい。ただまあその佳子さまとはまあ連絡を取り合っているという形でね。ああ、ですね。でまあその小室圭がまあ3回目の司法試験を受けたけども、まあ不合格であればまあさすがに職を失って帰国だろうという形でまあ書かれてましたけども、はい。ただまあこれに関してはね、H1B ビザを申請しないということがまあ判明したし、おそらくまあ J1 ビザで NPO 団体からまあサンドラにまあ派遣をされている形って形でね、はいはい。まあ、そういうビザなんでしょうけれども、まあその辺でまあ今年の年末には自動的にビザが切れるんちゃうかって形で、まあそこまでにはね、まあ、帰国するんちゃうかって形なんですけども、ですかね。でまあその小室圭はね、まあその勉強もせずに高級レストランとかでまあ食事をする姿とか行動されたりとかしてますけども、まあ、そもそもなんかまあ、別に、まあ、試験がダメでも帰国しても、まあ、日本のね法律事務所で、まあ、戻る場所があるって形で、まあ、考えを持ってるみたいで、ほう。まあ、当然ねその眞子さんに関しても、まあ、小室圭のビザのことに関しては、まあ、知ってるはずなんだけども、まあ、眞子さんが、まあ、メトロポリタンでのビザを取得できなかったら日本に帰国するしか、まあ、ない状態なんでしょうけども、まあ、この辺が申請してるのかね。まあ、ただまあ申請してるんだとしたら、まあ、H&B ビザじゃなくて、まあ、特殊なビザでしょうから、はいまあ、そうだはったらね当然まあ結果は出てるでしょうから、まあ、すでにまあ帰国するかどうかっていうのはまあ結果が出てるような気もするんだけども、でちなみにその小室圭に関してはなんかフォーダム大学にね在学中に奥の総合法人事務所から月20万円支援をしてもらったみたいですね。小室圭はフォーダム大学に行くって形で、まあ、その後に別に奥の総合法人事務所で仕事をするわけでもないし、まあ、フォーダム大学でもうこっちの方で海外に拠点作ってほしいって形で言ってたわけだから、もうそのアメリカの方で仕事をするつもりで行ったわけなんで、まあ、そこにお金を出すこと自体がまあおかしいし、まあ何の意味もないってことですね、奥野さんからしたら、本来。そうですね。で、まあ、その3年間で700万って形で、普通にまあ週刊誌の方が報道してますけども、まあ、これが事実であれば、フォーダム大学の奨学金っていうのは、まあ、もらう資格がなくなって、まあ、この辺がまあ詐欺って形にまあ確定するんですけども、ああ、なるほど。まあ、そもそもその奨学金っていうのは支援をされている学生には渡したらダメっていう形の決まりになってるんで、はいはい。奥の総合事務所が本当に20万円渡してたんであれば、まあ、詐欺って形になりますね。そういうことっすね。で、まあ、その辺で、まあ、その、奥の総合事務所としたら、日本に帰国してからも小室圭を雇う可能性があるっていう形で、まあ、事務所スタッフからは、まあ、かなり小室圭は嫌われてるようですけども、ただ、まあ、その、皇室に借りを作らせることで、まあ、メリットがあるだろうっていう形でね、まあ、考えてるわけですけども、仕事が回ってくるってことですか、事務所に。まあ、借りを作れるってことですね。で、ああ。まあ、その、まあ、勤務をしたとしても、ただ、まあ、週3勤務っていう形でね、まあ、当然、まあ、重役出勤みたいな感じで、そういう形で働くんでしょうけども、まあ、いろいろとね、今後どうなるかって形ではありますけども。まあね。で、まあ、ちなみに、その、上皇ご夫妻に関しては、赤坂に、まあ、引っ越しをしてきてからね、ちょくちょく、まあ、散歩とかに出かけたりとかしてみたいですけども、はい。まあ、その時、まあ、家が近いんで、悠仁さまとかにも、まあ、会ったりとかして、まあ、話しかける場面とかもあるみたいですけどね。はいはいはい。まあ夏休みですからね、今。夏休み関係なく、その、朝は、まあ、散歩して、会った時にまあ話とかをしてるんで、はいはいはい。まあ、それがまあその帝王学となっていくだろうって形ではまあ書かれてましたけども、まあ、ただね、その久しさまに関してはまあお父作作文とかでまあご指摘に関してはとかね言ってるぐらいだから、まあ、当然まあ一般人よりもまあレベルが低い状態で、まあまあ、そね。の上皇様が教えるまでに教育係とかがね、まあ、必要なんでしょうけども、はい。まあ、ただまあこの裏口入学とかもしたりとかしてもう手遅れじゃないかって形ではありますけども。なんか、佳子様がね、熱愛報道みたいなのが出て、なんか近々もしかしたら秋頃に結婚するんじゃないかとか言われてますけど、佳子様なんかは、久子様と仲いいでしょうから、ちょっといろいろ相談したりとかできるような相手だったんでしょうけど、いなくなったら、久子様で孤立しそうですけどね。まあまあ仲悪いから出てくるんでしょうけども、仲悪いんですかね。まあ、出てきたいって形で考えてるんでしょうけども、はい。まあ、なかなかね、まあ、その被災者に関しては、小室さんのことに関しても、まあ、かなりまあ影響はするだろうって形で、でまあ、だからその辺でね、まあ、小室佳代さんが逮捕なんてことになったら、当然、まあ、昭島家も終わりだろうし、はい。まあ、ちなみになんか小室佳代さんに関しては、まあ、なんか脅迫を受けてるって形で、まあ、報道がありましたけども、まあ、それでね、警察の方に通報したっていうことですけども、まあ、実はその警察への通報っていうのは日常茶飯事で、ほ金銭トラブルの時もなんかメディアとかを見かけるたびに警察に通報したみたいですね。う。迷惑な話で、なんかその小室佳代さんって言ったらね、この間もなんかそのちょっと小室佳代さんになんか似たところがあるって形で、まあ、言ってた、まあ、細木数子さんのネタをやったら、ちょっとまあいろいろとまあ反響があったんで、ですね。まあその続編というかね、まあ一応まあ前回のおさらいとして、
細木和子さんというのは、なんかね、小室圭さんとまあ被るものがあったという形で、はい、8人兄弟の4番目という形で、まあ、生まれたんだけども、まあ、それがね、愛人の子供としてまあ育てられて、でまあ、それでまあその14歳で母親のおでん屋を手伝ってね、はいはいはい、でまあ17歳でまあ喫茶店を経営して、で19歳で喫茶店を売却して、クラブを経営してね、うん、でまあ21歳で結婚して、まあ、3ヶ月で離婚して、で25歳にはまあ御曹司と結婚して、まあ、1週間で家を飛び出したという形で、でまあ、そこからまあ競技離婚とかいろいろあったんですけども、はい、でまあ、そこからまたあのディスコ経営をしていって、でまあ、ヤクザと出会って、でまあ、島倉千代子の後見人として、まあ、負債を整理とかしてね、うん、でまあ、総理の相談役の安岡氏と出会って、まあ、40歳差の結婚って形でね、でまあ、そこからすぐに安岡氏が亡くなって形の、まあ、ことがあったんだけども、波乱万丈っす、うん、まあ、そこからまあ占いの本がヒットしていくんだけども、はい、テレビで売れる前にもいろいろと回って、まあ、25歳の時にはその眼鏡屋の御曹司とまあ競技離婚をして、まあ、銀座でバーを開店するんだけども、はい、まあ、この時にもその建設会社のオーナーが500万円の回転資金とかを出してくれたりとかいろいろあったみたいですね。はいはいはい。でまあその結婚する前もその銀座のクラブとかをまあ経営してたんだけども、まあ、そこはその弟に任して、まあその回まあ40万円仕送りしろみたいな感じで任したみたいですね。ああそうですか。でまあその辺でまあその弟はさらに新しいクラブとかもまあ経営とかしてね、うん、やったんだけども、ただそのまあ男性っていうこともあるのか、まあ、1年ほどでまあ経営には行き詰まって、まあ、細木和子さんにまた買ってもらったっていう形でね。へー。でそこからまあその銀座のバーも細木和子さんに返したっていう形になったんで、うん、でまあその細木和子さんは2軒のバーとまあ1軒のクラブを経営って形になってね、3店舗経営って形になったんだけども、はいはい、そのうちの1軒のバーっていうのはなんかホステスの売春が OK のお店っていう形でね、うん、まあこの店とかに働いてた女性っていうのはまあちょっとまあ働き出してすぐにね、まあ、やばいって形で思って、まあ、すぐに辞めたみたいなんですけども、はい、まあ、その女性の話によると、まあ、テレビで見る細木和子さんとまあ同じでね、まあ、あんたっていう形の言葉遣いとか、まあ、あとその人を犠牲にして、まあのし上がっていくっていう形の、まあ、雰囲気もそのままだったっていう形で語っているようですね。はいはいはい。まあ、昔はね、その売春をさせるお店とかも、まあ、結構あったんかも分からないですけども、うん、まあ、そういったお店っていうのは結構ね、やっぱり儲かったみたいで、まあ、それでまあその世田谷とかに150坪の土地を買ったりとかしてね、はいはい、まあ、2階建ての新居を購入っていう形で、その時まあかなり羽振りも良くて、まあ、家とかには経理と秘書を兼ねる女性とかを雇ったりとか、あとまあお手伝いとかも雇ったりとかしてね、はいはい、でまあその高級車とかもまあ2台持って、まあ、その日の気分で使い分けって形でねやってみたいですけども、羽振りいいっすね、うん、でまあその32歳の時には不動産屋を経営している40歳前後の一流ブランド品を身にまとった男性が、まあ、細木のお店に訪れたって形で、うん、でまあこの男性っていうのは毎回ねホステスに1万円のチップとかを配ったりとかして、はあ、でお店にもその数万円のチップを置いていたりとか、かなりまあその金離れがいいというか、うん、まあ、この男性っていうのはその週にまあ2回ほどこのお店をまあ訪問っていう形でね、まあ、そしてまあ気前よくチップを払う姿を見ていて、うん、まあ、その細木和子もまあ気になりだしたというかね、金持ってんねやなと思って、まあ、目をつけたというか、うん、でまあこの男がまあ年末にやってきて、ちょっとなんか1日だけ50万円貸してくれみたいな感じで言ってきたみたいですね。はい。まあ、おそらくその、まあ、銀行が閉まってたのか、まあ、その辺でね、1日だけ貸してくれとか出して言われたんで、うん、でまあ、その貸してくれたらまあ1割の利子をつけるって形で言って、まあ、細木和子はね、まあ、そしたらもう別に正月明けてからでいいよって形で、まあ、50万円貸したら、まあ、それがね、まあ、55万円って形で、まあ、返ってきて、はい、まあ、そこからまあ半年後にはその300万円以上の貸し替えとか、まあ、するような中とかになっていって、まあ、自宅とかにもなんかたびたびね来るような中とかになってたようですね。ああそうですか。でまあそこからねその男が、まあ、ある話を持ちかけてきたっていう形で、うん、赤坂の建設中のいいビルがあるっていう形で言ってね、まあ、そのビルの3階に40坪ぐらいのスペースで、まあ、当番焼きの主体の、まあ、サパークラブをやらないかって形を、まあ、話を持ちかけてみたいですね。はい。これはその飲食店だけども、まあ、男性従業員がまあ接客をしてホストっぽい飲食店というかお店で、だからまあ飲食店なんで、まあ、風営法には引っかからないという形でね、今でいうとこの、まあ、ガールズバーの男性版というか、なるほどなるほど、あ、そういう形なんですけども、うん、まあ、細木和子さんはその時はね、当時3店舗のお店を構えてて、まあ、ホステスの、まあ、スカウトとかに、まあ、かなり苦労したみたいで、うん、まあ、当然、まあ、こういった仕事っていうのは、まあ、ヤクザとかも絡んできたりとかしてね、まあね、まあ、いろいろ、まあ、縄張りとかがあったりとかして、まあ、あの見かじめ料とか払いみたいな感じでね、そういったこともあったりとかしてね、はい、当然、まあ、違法な商売やってたんで、その辺で、まあ、違法な商売やめるか、あのお店を畳むかって形でね、まあ、その辺でまあ迫られた時期でもあったみたいで、なるほど、まあ、その辺でちょっとまあそれもしんどいなと思って、まあ、この男の話に乗ってね、まあ、その保証金の3分の1の1000万をとりあえずまあ出資して、まあ、承諾をしてね、現場に案内してもらって、まあ、音響機器とか
空調設備とかね、まあ、コンパニオンの、まあ、スカウト費とか、まあ、支度品とか、まあ、5000万円を負担するために、うん、まあ、自宅とかを担保にして、まあ、銀行から5000万を借りたりとかしたみたいですね。へー、そうですか。で、まあ、このお店っていうのは、まあ、この男性がまあ社長でね、で、まあ、その細木和子さんがまあ実質のオーナーって形で、まあ、開店をして、うん、まあ、3ヶ月ぐらいはかなりね、まあ、順調にいって、まあ、それではその細木和子さんもまあ息抜きって形で、まあ、韓国旅行とかに行ったみたいですね。あ、はいはい。そしたらそのマネージャーからその売り上げの全てをこの男が銀行から引き出して給料も払えないって形で電話してきたみたいですね。まあ、それでその細木和子さんがまあ慌てて帰国をしたんだけども、うん、まあ、この男の行方はつかめないって形でね。詐欺みたいなことですね。あ、詐欺ですね。うん、で、まあ、この男はその設備業者とかのまあ支払いにまあ3ヶ月の手形とかを受けたりとかしてたんだけども、はい、まあ、その手形がね落ちずに債権者とかも押し寄せたりとかしてたりとかしてね、はいはい、だからまあ当然まあ詐欺師って形なんだけども、まあ、このお店だけでまあ2億円の負債とかで、まあ、他にもこの男の口車に乗せられてね、まあ、軽井沢に10億円近くの負債を負ってしまったっていう形で10億、そうですね、はい、で、まあ、この男っていうのはそのこの辺りのヤクザとつながったみたいで、うん、まあ、金持っていることを知ったんでしょうね、はいはいはい、まあ、その辺でまあ近寄ってきたんでしょうけども、うん、まあ、そこからまあその債権の取り立てとかが圧力をかけられた毎日を送ったみたいですね、はいはい、まあ、当然まあその自宅とかは売却する羽目になって、じゃあまあそれでもまあお店を続けていてね、ただまあそこでまあそのお店に小金井一家の暴力団の8代目堀尾総長がまあやってきて、まあ、その出会うようなって形になっていて、まあ、知り合っていくって形なんだけども、うん、まあ、当然まあそのヤクザとかにまあ取り立てられてたんで、まあ、そういったこともあって有力なヤクザって見ると色味を使ってまあ近づいたみたいですね。あの細木和子側が、そうですそうです、当然なんかそのそのヤクザよりも強い人おらんかなみたいな感じで、まあ、ヤクザに近づいてたって形でね。細木和子さんもね、別に若い時もまあ言っちゃあれですけど美人って感じの顔ではないのに、なんかうまくやっぱ口がうまかったりするんですかね、こう男性にうまく取り入ったりとか、なんか近づいていったりとか、うん、そうかもわかんないですね、うん、で、まあ、この堀尾総長の前もその稲川会の竹澤組組長と、まあ、付き合ってたって形でね、はい、細木和子さんは、まあ、この記事を、まあ、連載していた、まあ、週刊現代に対して、まあ、暴力団幹部を使って、まあ、原稿潰しとかを依頼してきたみたいですね。はあ、そうですか。まあ、そもそもその占い師っていうのは、まあ、国家資格とかがないんで、まあ、今日から占い師やりますとか言ったら、まあ、その日からなれるって形で ね、まあ、ね、まあ、そういう職業なんですけども、うん、まあ、それでまあ訴状とかには細木和子さんのことを、まあ、占い師および心理学研究者をまあ職業とするものって形で、まあ、主張してた形でまあ訴えてきたみたいで、うん、まあ、これがねその総理の相談役でもあった、安岡正弘の本を読んで、まあ、それまで独学で収めてきた六星占術の運命学を、まあ、側面から支える力となったって形で書いてるんだけども、はい、まあ、ただ単にこの安岡氏の名前を借りてね箔付けをして本を出したかったってことなんでしょうけども、なるほどね、まあ、実はこの細木和子さんが占いに手を染めるきっかけっていうのは仁喜礼っていう人で、まあ、この人はその21世紀占術普及協会代表で、まあ、著書とかでもね占いの本とかを、まあ、結構書いてる人で、まあ、有名な人なんですけども、うん、この人物っていうのはその堀尾総長の親分だった4代目の田中総長の長女として育てられて、はい、まあ、結構この人はまあ本気で占いをやってた人 で、まあ、その人物を堀尾氏が知ってたんでちょっとまあ占ってほしい人がいるって形でこの女性に会いに行くって形でね、はいはい、まあ、その時にまあ細木和子さんも一緒にまあ占ってもらったって形で、うん、その時にまあ、あなたはその堀尾さんと一緒になりたいのって形で、まあ、それともお金が欲しいのって形で、まあ、この占い師が聞いたら、はい、細木和子さんはね、まあ、迷わずお金って形で答えてみたいで、はい、まあ、この辺でね、まあ、その本人を前にして、まあ、かなりまあ度胸がいいなって形で、この占い師とかもね、まあ、感じたみたいで、うん、まあ、それでその細木和子さんと堀尾氏が、まあ、お店をやりたいって形でまあ考えて、うん、まあ、どこでどういったお店をやったらいいかって形でまあ聞いたらね、まあ、赤坂の TBS 近くで喫茶店を開いたらいいよって形で言われて、まあ、そこでまあお店を開いたみたいですね。ああ、そうですか。まあ、そこからね、細木和子さんとかは勝手に仕上がれって形の、まあ、自助伝を書きたいんで、まあ、先日の資料を貸してくれないかって形で、まあ、お願いしてきたんで、うん、で、まあ、貸してあげたら出来上がったのは自助伝じゃなくて先生術の本って形でね、はいはいはい、だからまあこの間、まあ、パクリ本が細木和子がデビューするきっかけって形でもらってるっていうね。うん、で、まあ、それでまあその、まあ、サイン会とかもするんだけども、まあ、その時にね営業部員がお客さんの生年月日とかを聞いて大体の運勢を予想してそれを細木和子さんに渡したりとかしてね。なるほどね。まあ、それをもとに細木和子さんが占いをしてって形でね。うん、まあ、その占いをしながらまあサインをしていたって形で。はいはいはい。だからまあその占い師の同業者からしてみたら、まあ、当然そのインチキっていうのはまあバレてたわけなんですけども、うん、この細木和子さんのインチキの占い本っていうのは、まあ、発行部数が
1億部を超えてね、占いの本として、まあ、世界一としてギネスブックとかにも認定されてるって形でね、すごいっすね。だからまあそのパックリで間違えて引用した占い本っていうのが、うん、まあ、ギネスに認定って形で、まあ、いろいろと、まあ、まあそういう記録も残ってるんですけども、莫大なお金入ってきたでしょうね。まあ、今でもそういう収入はまあ娘さんとかに入ってきてるんでしょうけども、はい、まあ、このね、なかなかその、まあ、テレビに出演するようになって、まあ、勉強会って形で銘打ったりとかしてね、まあ、毎回300人ほど集めて、参加費用1万円って形で、まあ、さらにその2000円のカレンダーとかを購入させてね、はいはいはい、まあ、東京と大阪とかで月に1回、まあ、そういったのを開催してたって形で、で、まあ、ここからまあその墓石とか仏壇販売とかにもしていくみたいですけども、うん、あ、まあ、なかなかその勉強会とかでは、まあ、カレンダーのねタイヤの日を指さして、この日はいい日ですか悪い日ですかって形で聞いて、まあ、当然まあタイヤのはいい日だって形で考える人が多くて、まあ、挙手するんだけども、うん、まあ、タイヤっていうのは大いに安ぜよって書きますよって形で言ってね、まあ、本当はその大いに休んぜよなんですけども、まあ、その辺を誤読して、まあ、そのまま説明したみたいですけども、うん、まあ、それでまあこの日は一日絶対に物事をやるなっていうことなんですよって形で言ってね、うん、でまあそれを知っただけでも勉強会の1万円の価値はあるわよって形で、まあそういうことをね言ってたみたいですけども、はあ、まあ世間の逆張りみたいな感じですね、なんかそうですね、普通に言われてることをね逆を言うみたいな。まあ、だからそういう占いはあるんですけども、はいはい、まあ、これまあ六星占術というかそういう形でまあそういう本に載っててそういう占い本もあるんだけども、まあ、ただねそんなことしてしまったらね、あの当然タイヤの日に受験とかがあったら試験も受けれないしね、まあね、6日の1日は何もするなってことになっちゃいますからね、はいはいはい、うん、まあ、ちなみにその六曜っていうのもあの占いの一つで、まあ、タイヤはしてはいけないことが何もない日っていう形で、まあ、それでまあ結婚式とか旅行とか、まあ、回転とかそういったことをすることが多いという形で言われているので、うん、だまあこの辺でまあ占いがいかにまあ適当かという形ですね。まあまあまあ、まあ、確かに、まあ、いろんな占いがあるけども、まあ、その真逆のことを言っている占いというのも結構あるという形でね、はい、まあ、ちなみになんかその細木和子さんに関しては、まあ、年収とかも自分で言ったみたいで、お、まあ、その私みたいになっちゃうと17億とか18億円の税金払ったりとかね、うん、まあ、個人では4億円になるけども、まあ、それでも宗教法人は取らないよって形で言ってて、はい、まあ、その来月も前倒しで7億円払いましょうみたいな感じのこととかも言ってたみたいですね。へえ。いろいろとまあ儲かったみたいですけども。うん。えぐいっすね。まあそうですね。うん、まあ、最近とかでは靖国神社とかでパフォーマンスをする人が多いですけども、はい、過去にはね、石原慎太郎さんが国会とかで天皇陛下も靖国神社参拝するようにって形で安倍首相からも働きかけしてもらえませんかって感じでね、そういった発言とかもありましたけども、うん、まあ、この石原慎太郎さんっていうのは過去の発言とかでその靖国参拝も永久戦犯は心の中から除外して参拝してみたいな感じのことを語ったりとか、ほう、まあ、天皇制を否定してるとかね、まあ、そういう発言もしたりとか、日本の国歌である君が代とかも替え歌にして私の日本はって形で歌詞を変えて歌ってるみたいですね。ああそうですか。まあ、文化人とかでもなんか靖国神社参拝すべきみたいな感じでね、武田信也さんとかも、まあ、天皇陛下に対して靖国神社参拝すべきみたいな感じのことを言ってますけども、まあ、この天皇陛下が靖国神社を参拝しないで言うっていうのは、この無謀な侵略戦争を起こして数百万人の日本人を、まあ、死なした、まあ、人を祀ってるというかね、はいはいはい、まあ、天皇陛下は戦後靖国神社を参拝しなくなったんですけども、うん、戦前までは靖国神社っていうのは国の施設っていう形でね、ただそれは戦後はその宗教法人によって神道の一神社って形になって、なるほど、まあ、だからその参拝しないということもあるんですけども、はい、まあ、この戦前はね宗教の自由なく国家神道を国民に強制して、仏教とかキリスト教もいいんだけども、その上にまあ天皇があるって形の教えだったんで、うん、まあ、仏教ともキリスト教も神社を参拝することをまあ強要させられたみたいですね。はいはいはい。でまあその靖国神社を参拝しなくなった理由としては、まあ、当時の宮内庁長官の富田メモで永久戦犯合祀計画を知ったまあ昭和天皇がまあ不快感を表したって形で、うん、でまあそれを聞いた靖国神社がもうそれだったら来てもらわなくて結構って形で、まあ、合祀を決行って形でね、はいはい、靖国神社っていうのは独自の歴史観を促進するためにまあ、規則を変えてまで、まあ、軍人じゃなくてその戦死で戦争で死んだわけでもない松岡元外務大臣とか白鳥敏夫まで合祀しているという形で、はい、まあ、それを聞いて昭和天皇はさらに怒ったという形で、まあ、当然まあその自分が反対をした戦争の原因を作って国を潰してしまった人間に、うん、まあ、参拝したくないという形で、まあ、拒否をしているという形でね、はいはい、他にはその沖縄戦とかでは多くの民間人も命を落としているんだけども、まあ、これはその民間人がまあ軍と行動を共にする形で強要されてね、うん、まあ、数万人の民間人が死んでるんだけども、まあ、この人たちは
特に靖国神社には祀られていないという形で。なるほどね。だからまあその天皇陛下、天皇皇后両陛下とかは沖縄に対して強い思いがあるのかもわからないですけどね。ああですかね。だからまあその靖国神社には参拝するけども沖縄戦没者追悼式には参加しない人っていうのはもう完全にまあパフォーマンスって形で、うん、まあ、単に中国とか韓国を怒らせて、まあ、そのビジネスをしてるっていう形でね、まあ、そういう人たちなのかなっていう形ではありますけども、はいはいはい、怒らせた方が得なんですね。うん、まあ、この辺に関してはね統一教会とか、まあ、そういった宗教に関しては、まあ、今後どんな感じで国会で話し合っていくのか分からないですけども、まあ、どういう展開になっていくのか皆さんの予想とかもね聞かせてもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。